落ちまして守り切りました。あ、そしてスティールから細川、ところも早い段階でパスを出していって、まあ、広島の持ち味はやっぱり早い攻めだと思いますので、はい、まあ、そういうところももう一度やっていくといいんじゃないでしょうかね。岡本のミスマッチになっていましたので、細川ここはイージーバスケット決めてミスがありましたので、ここでシャクナヘッドコーチが最初のタイムアウト、よくスコアゴールなりませんで、ミスがプッシュバウンスパス寺島、ここね、そしてコーナーで細川コーナースリー、コートの攻撃残り14秒です。コーナーにステイしていた細川、いやもうこういうところですよ。先ほどからやっぱりスローイングですね、京都は簡単にパスが入りますので、このハーパーの復帰とそしてパフォーマンスが上がってきてから京都は、そして今ハーパー手に当たって京都ボールにしました。そして細川のスリーポイント、いいですね、ここは京都ペースになりそうな、そして細川左45度決めてきました。あ、そしてここですよね、出てしまいました、こういった球際ですね。そしてノールックのパスからパスが回っていって最後は水田が決めました。あー、ハーパー選手もしっかりと体を当てて簡単には進出させなかったですね。そして細川5分の5になるか、5分の5チェーニックに入ったサイモンついていますが、弾き飛ばしながらブロックショット、いやサイモン選手その前にですね、チェーニック選手のポジション争いのところで、うん、まず戦ったんですね、あれが良かったですね。細川今度は中距離沈めてきます、19点目が外れました。外国籍は2人、あ、そしてここもです、ね、オーバーになってしまいました。チェニックが倒れてまだ戻れていない、アウトナンバーになっています。細川狙いすましてスリーポイント、サイモンとネパメ、今エチェニックが休んでいます。あ、そして細川またスリーポイント、あ、素晴らしいですね、100パス100中です。